店長なんか嬉しい時ってあります？お仕事されてて嬉しい時、やっぱりあのなんだろう、うん、猫可愛いって思ってくれる時かな。うん、お客さんがねすごく良かったですっていうなんか言ってくれるとやっぱり嬉しいですよね。開けて良かったっていうね。ね、仕事して自分の子が褒められてるみたいで、ね、嬉しいですよね。そうですね、本当に。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。先月に引き続き、道後の猫カフェ日向の窓にお邪魔。店長の猫マッサージが炸裂。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い、伊予郡正木町加村動物病院は猫ワンを応援しています。道後温泉商店街、この上りが目印。2階にあるのが猫カフェ日向の窓。思い思いの場所で猫たちがお客さんを待っています。この子はなんて名前かな。僕がね名前をつけたのってね4匹しかいないんですよ。ちょっと教えてもらっていいですか。はい、紹介してください。渚ちゃんとか。渚ちゃん、はい、どうして渚ちゃん。僕はあのスピッツが好きなんですよ。なるほど。はい、スピッツが好きなんですよ。なるほどです。その曲名から、はい、お店の名前もね実はスピッツの曲名から。日向の窓に憧れて。あ、ご存知ですか。知ってますよ。はい、そうです、その通りです。そうなんですね。その通りなんです。はい、昔の曲ですよね。はい。なるほど、わかります。梅干しはいないんですか。梅干しはねそのうちまた、ね、自分で名前を付けられる機会があったらね。はい、はい、またねスピッツの曲から取り梅干し2ですね。はい、はい、スピッツ最初の頃はね。はい、そうです、ファーストアルバムですね。うん、そう、ええ、つぐみもそうだね。あ、うん、つぐみはね最近だ。店長、トゲ丸はいないんですか。トゲ丸はいないです。いないんだ。なるほどね。僕のギターもいないですね。僕のギター、はい、名前が長くなるので。姉さん、自然に猫ちゃん寄ってくるタイプでしょ。いや、そんなことないんですけど、今日はなんか来てくれる感じ。ね、寄って自然に寄っていきますよね、お姉さんのところ。なんかスカートの中に入ってる。え、ちょっと取っちゃっていいですか。スカートの中取るのも。どういうご気分ですか。スカートの中に取っちゃっていいですか。ような感じです。ような感じ。ちょくちょく来られてるんですか。いや、初めて来ました。どちらにお住まいですか。京都です。京都、ちょっと旅行で来たんで、うん、見てお邪魔しようかなと思って。ようこそ愛媛に。ありがとうございます。京都なんか愛媛の大丈夫ですか。大丈夫です。
ありがとうございます。猫好きさんですか？そうです、あの飼ってるのは犬なんですけど猫も好きで、はい、こういう時じゃないと猫と触れ合えないのでちょっと浮気浮気しそうなんですね。京都も猫が似合う街ですよね。そうですね、うん、たくさんいるっているっていうかいたみたいですけど今はやっぱりノラちゃんとかもいなくなっちゃってるんで。あ、そうなんだ、ね、はい、ちょばいこ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 ちょばい猫カフェよく行かれるんですか？いや、そうでもないですね。そうでもない、はい、今日ちょっと時間があったんでお邪魔させていただいた感じで。そうですか、入るんかいよっぽど気に入って入るんかい他の子も来ちゃいましたよ。来ちゃいましたねねえ、落ち着いていらっしゃるから猫がやっていくんでしょうね。ああそうだといいんですけど、うん、こういう時しか猫と触れないんで。猫好きなんですね。そうですね、猫好きですね。猫のどんなとこが好きですか？うん、気まぐれのところ。犬は気まぐれじゃなくていつでもね来てくれますけど、大体の犬は結構言うこと聞いてくれる犬が多いと思うんですけど、うん、うちの犬が猫っぽい犬なんで本当気まぐれでそういうところが結構好きです。へー、松山何泊何日ですか？あ、1泊2日で、短い、うん、強行突破できたんで。本当ですよ、はい、じゃあ弾丸トラベル。そうですね、松山初めてですか？あ、初めてです。そう、どこ行きました？愛媛美術館と、愛媛県美術館、あ、県美術館、はいはいはい、あそこに行ってみたかったんで、そこに行きましただけ。あ、あとこの辺、この道後温泉の周りとかあったんでそこ行ってみたのと、そこにあの酒蔵があるんで、そちらにちょっと覗きに。松山では行ってない。は行ってないです。おすすめなの。あ、いいですよ。いいです。なんかすごいっていうのは聞いたことあるんですけど、なかなか。そうでもないんです。今回はちょっと。また次回行きたいなと思ってるんで。ぜひぜひぜひ、はい、残しておいたんですね。おすすめです。ありがとうございます。クマネコちゃんよくお似合いです。そばにそっといてくれる感じがまたね。そうですね。そしてスカートの下にはまだいる。ありがとうございます、はい、ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。おとちゃんでしたっけ？なんかおとちゃん。いつも一緒にいますね。近くにいますね。背中を変えてほしくて仕方がないですね。本当だ。
またこればっかりよね。たまにはさ、あのね、やり返してくれてもいい。やり返して、わかります。ちょっと今日腰痛いけん、なんとかしてって言っても全然こっちがね、ご奉仕しないといけないですよね。そうなんですよ、こっちやるばっかりや。やってくれてもいいじゃない、たまには。わかる、わかるわ。もうねえ、ありがとうも言わないんだよ。言わないね。ぐらい寄ってくれると手が足りなくなるんですよ。わかります、その気持ち。手が足りない、膝も足りないみたいな。手が4本とか5本とか欲しくなっちゃう。マルとかナギザとかなんか次元とか、うん、あ、次元もそうなんだ。はい、次元も背中好きですね。マル、マルね、マキちゃん、猫が喜ぶマッサージポイントを教えてもらおう。よく妊娠してるって聞かれるんですけど、妊娠してないです。妊娠してない？ねえ、うそん、してるやろ。年から年中妊娠してます。やだ。でも想像妊娠じゃないかな、本当。あのね、そう、この子のね、あ、カメラ回ってる時に言った方がいいかな。ほう、うん、あの、この子のおっぱいは吸いにこう言うんですよ。そうなんだ。で、その時からこの子太り出したんで。あら、はい、ありえますね。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。今井店長の猫マッサージ講座。そんなに話すかね。まっちゃん、モデルはまるちゃんです。まるちゃん、まるちゃんはね、顎の下がいいんですか？顎の下とか、なんか首の周りとか、うん、頭も好きなんですよね、この子。頭のところ、爪はちょっと柔らかめで、はい、カリカリしてあげるとすごく気持ちよさそうな顔で、ね、速さがある。
こてこてこぐらいでいいんですか。そうですね、もうこれぐらいかなって。もうそれでもういいよ。なるほど、いいよ。あと背中を、はい、背中を見えちゃった。またちゃん他にはこの子全体は、この子背中全体ですね。うん、なんかうんともすんとも言わないんで多分気持ちいいんだと思います。尻尾が立ってますね。ほふ全身になってます。君も好きな両手をね、こう機敏に動かして。いつもまんべんなく行き渡るようには、はい。まんべんなく何が行き渡る、指が。あ、指が、はい。書き残しのないように。書き残しのないように。あの前進するんですよね、この子たち。追いかけるの大変だから前には行かないでほしいんですけど。でも体柔らかいですね、店長。あ、僕ですか。いやいやいや、だらしないところですね。いやいやいや、めちゃくちゃ硬いですよ、この子。そうなんです。はい、この子はどうですか、マッサージ的には。この子ね、腰の中に硬い、あの腰を上げてくるんですね、こう踏むしてたら。あ、なるほどなるほど。気持ちいいのかな。うん、だと思います。もうわざわざされに来るぐらいに。なるほど。頭きたんかね。この子名前なんでしたっけ。あ、コモモって言います。コモモちゃんはどうですか。コモモちゃんはコモモさんね、動きもあるんだね、この子。あ、ゴロンと陥落。なんかいつもひっくり返るんですね。お腹も大丈夫なんですね、この子は。はい、この子平気ですね。ね、まあ、お腹はメインじゃなくて、なんかこの首のあたりとか。首のあたりは。はい、首とか胸とか。こうやって、まんべんなく触れるようにしておくと、獣医さんとか行った時にも見てもらいやすいですよね。そうですね。ね、獣医さんもね、やっぱり言っても、ね、暴れる子は大変ですからね。ね、ちょっと手つきがいいわ。いい。まだまだ残しないですか。これで目やにとかもチェックしたりするんですか。あ、チェックしてます、この時に。うん、スキャラが取ります。目やにとどんなことをちょっとこういう時チェックするんですか。目やにとか、うん、あと耳とかもかな。耳、はい、耳の何を。あのミックスが溜まってないかとか。なるほど、耳だれか、耳だれがね、耳だれ、とか、あとはもうお尻にうんちついてないかとか。なるほど、お尻チェック。たまにあのひどこい目につけてる子がおるんで。わかります。まるちゃんは、まるちゃん、まるちゃんはあ、さっきやったか。はい、やりました。まああとなんか体にしこりがないかとかね、こういうの触ってたら分かるんで、変なところがね、イボとかあったら。イボやばいんですか。イボは、まあ、基本的にそんなにやばいイボはないと思いますけど、まあ毛がはなんかハゲてるなとか、そのあ皮膚の、とかはチェック。まあそんなチェックするつもりでもやってないんですけどね。店長の趣味でもあると。はい、やってて、まあ、まあ、気づける方は気づけて、もう気づきやすいと思うんで。できるだけ飼い主さん触ってあげるってのは大事ですね。そうですね、この子たちはストレス解消にもなりますからね。店長のストレスはどうですか。あ、僕も本当に解消させてもらってます。はい、ありがとうございます。解消させてもらってるよ。面白いな、今井さん、ありがとうございます。最後噛んで嫌になったら噛むんですね。そして水を飲む。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。
犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。行かれないように気をつけてください。すごいみんな分かっとる、はい、いや初めのうちは優しく押してください。強く押しすぎるとたくさん出過ぎてしまいますので、でなくなりましたら回収しますので。わかりました。本当だ、出てくる。取っちゃってもいいですか？あ、いいですよ。ありがとうございます。いいよ、食べて。これ縮められたやつじゃん。ねすごい全然すごい受ける。なべちゃんでした。それがもう、むぎちゃんですね。むぎちゃん、むぎちゃん、お前びっくりするぜ。ねえ、困ったんな。お前今まで出んかったじゃん。早かったすね、むぎちゃん。自分だけが食べたかった。出せやっていう顔で見ようよ。ねえ食べるよ。ちょうだい、ちょうだい。あなたはあなたはいい、あなたはいい、あなたはいい。このみぎちゃん何ちゃんですか？みぎちゃんない、この子。あ、つぐみちゃん。はいはいはい、つぐみちゃん。はいはいはい、この子。この子。つぐみちゃん。あっちの子。チャビ。チャビちゃん。はいはい。やりくりが大変。すごいね、むぎちゃん。はい、よいしょ。ルナちゃん。あ、食べて。出よ。出よ、出よ。おいしい。おいしいね、チュール。ももちゃん、すごいね。ももちゃん、横取り。すごいね、こももちゃん。こももちゃん。こももちゃん。ストップ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 。ももちゃん、上ってなるよ。違う子にあげて、違う子にあげて。おいしいね。店長、このクロちゃんは誰ちゃんですか？おいしいね。ケンゴちゃん。ソラちゃん。ソラちゃんだったか。ソラちゃん来たよ。おいしいね。この手がいいですね。ね、かわいい。はいはいはい、おいしいね、チュール。チュールおいしいね。おいしい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 。あ、まだある。はいはい、やった。あなたじゃないよ。そのしま、まだ食べてないね。もうないよ。もうクリームちょうだい。出るかな、もうちょっと。あ、出た出た。
もこももちゃん最後膝の上乗っとるね。膝の上乗っとるが膝の上乗っとる。もこもちゃん独占、ね、おいしい。もうないかな、もうないかな。あともうちょっとだけある。みんなちゃんどうぞ。みんな適度に食べて適度に諦めてますよね。わきまえるといすごい。全然来ない子もいるんですね。そうですね。もうあの目の前に持ってても食べない子もいる。ああ好き嫌い。うん、別にうちの子もあんま食べないんですよ。不思議。不思議です。なんて贅沢なの。上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。綺麗だね。ここの猫ちゃんって大きいですよね。あ、そうですね、うん、大きくなっちゃいましたね。ねえ、やっぱりあの清潔感がね、すごい清潔ですよ、ね、あのね、清潔じゃなくても清潔に見えたら見えます。見た目だけでも清潔に、ね、猫の好きそうなものがいっぱいじゃないですか。ああ、うん、そう、これいただき物なんですよ。はい、はい、なんかいただくことも多くて、いろんな工夫がされてて愛情を感じる日向の窓さん。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。